大久保新4月25日から1944年4月1日は日本の海軍軍人医師。最終階級は海軍軍医少将。海軍おつ事件により遭難、殉職。1895年、神奈川県に生まれる。1917年に千葉医学専門学校に在学中のまま海軍軍医学生になる。翌1918年5月、卒業。 海軍省軍医となり、海軍軍医学校で、おつし学生として学び、霧島の陸身になる。その後、駒橋、早くじら、岩手、高尾の軍医長などを歴任する。1942年に、海軍省医務局第一課長に就任、同年12月に南東方面艦隊軍医長に就任した。翌1943年4月連合艦隊司令長官。 山本五十六らが乗った一式立候が敵戦闘機 P-38 に撃墜される事件があり、大久保は山本らの検死に立ち会った。5月に同事件で戦死した高田六郎の公認の連合艦隊軍委長に就任した。翌年3月パラオ大空襲により連合艦隊司令部をパラオからフィリピンのダバオへ二式大帝に乗って移動中に暴風雨に巻き込まれ、 搭乗機は遭難した。後日遭難による殉職と認定された。殉職後、海軍軍少将に特進した。ありがとうございます。